久しぶりね、キアナ。院長、キアナが目覚めました。キアナ、大丈夫？委員長、ブローニャ。バカ、キアナを助けに来たに決まってるじゃないですか。何があったの？いろいろあったの。助けに来てくれてありがとう。ここを出たら全部話すから。今はまず奴らと決着をつけよう。あいつらどうしちゃったの？先ほど人形たちが急に体を震わせたかと思うと、状況から考えておそらく雷の律者による攻撃だと思う。メイ先輩、メイ姉様もきっとどこかで一緒に戦っているんだと思います。その後奴らが断りの律者の力を使って構築したものが全て消えた。ブローニャもそれを感じました。かすかにですが、断りの律者の力がコアに戻りつつあるみたいです。メイさんの攻撃は人形の力を大幅に削った。おそらく今の奴らに律者の力を支配する余裕はない。つまり奴らの力を削り続ければ奪われた力を取り戻せるってことだよね。ブローニャもそう思います。じゃあやることは簡単だね。削り切るまで頑張れば私たちの勝ちってわけだ。キアナ、あなた本当にあの空の律者に勝ったの？がっかりさせちゃうだろうけど、その通りだよ。すごい強いね。さすがだ。先生を失った絶望に押しつぶされない、空の律者にも負けない。あのコアもあなたをどうにかできない。いいよキアナ、認めるよ。あなたは本当にヒーローなのかもしれない。私はヒーローなんかじゃない。私を率いて導いてくれた人たち、彼女たちこそが本物のヒーローだ。私はただ彼女たちが残した道をたどって歩んできただけ。彼女たちがちゃんと存在したことを忘れないように。そう、そうかもしれないね。だが私たちは違う。気をつけて。あの異様な気配がますます強くなってる。私たちはヒーローじゃない。あなたが助けようとする人たちも違う。彼らは私たちと同じ人形。抗うことを諦め、何のために生きてるかわからない敗者だ。自分の無力さと弱さを憎み、それを世界に対する怨念へと変えた。あんたたちは人間の本質を全て代弁してるわけじゃない。しかし私たちは人類の心に存在する影、言葉にできない執悪。この千人を操ってるのは千の悲しみ、絶望、狂気、呪い、壊されたい、囚われたい、支配されたい気持ち。無数の悪意にねじ曲げられて一つになった。それがこの支配劇場を構築して支配の律者を作ったんだ。あんたたちは人の心の闇しか見ようとせず、美しいものを見ようとしない。あんたたちは人類を支配して諦めさせようとそそのかしたくせに、彼らの心にあるもう一つの声を聞こうとしなかった。だからあんたたちは崩壊の傀儡に過ぎないんだ。私たちはこの劇場を破壊し、支配された人たちの心を取り戻してみせる。いいだろうキアナ、最後の舞台はもう整ってる。来い、ここからはヒーローと悪の最終決戦だ。
ここが最後の舞台。来たよ、支配の律者。傲慢、嫉妬、無関心、憎悪、憎悪、絶望、諦め。キアナ、遠距離からの攻撃に気をつけて。どうして立ち止まらない？こんな無意味なことをして何の意味がある？の番だから。人形の糸は全てを操ってる。この場所は最初から奴らのテリトリー。支配の律者はこんなこともできるの？ネチネチしてうっとうしい。無駄な抗いをする。どうして無意味な犯行を続ける？私はここに閉じ込めるつもり。委員長とブローニャを助けないと。私はここで止まったりしない。
意味のないもがき、意味のない存在、意味のない命。消えろ、意味のない世界。仲間の顔が見れて嬉しい、キアナ。これで戦えなくなる。そうでしょ。ほら、ほら、また一人ぼっちだ。あなたのせいでみんな死んでしまった。あなたの存在は不幸をもたらすだけ。けど、それは彼女たちが自ら求めたもの。なぜならみんなあなたと同じ。愚かで無能で存在する価値もないから。Thank you.
終わった。絶望は消えない。私たちは消えない。人々の悪意は変えられない。この醜い世界を変えられないのだ。